はい、どうもタンタンです。こちら見ての通り非常に貴重な一本入荷してまいりました。コリングスのウクレレですね。コリングスブランド、はい、このヘッド形状もね、コリングス独特のヘッド形状ですけれども、そちらのテナーサイズのこちらウクレレになりまして UT41 で、コリングスのでバブルコアと呼んでる、非常にこうキルテッドって言っていいのかな、こう本当に泡が出てるような雰囲気のコア材ですね。これは非常に珍しいと思います。はい、そういったハワイアンコア材を使った一本でですね、これまあベースは多分 UT3 というモデルだと思うんですけれども、それにこのバブルコアっていうこの材料を使い、さらにアバロンで、バインディング、そしてロゼッタ入れてあると。さらにはこのモデルは、まあ本魔法のネックなんですね。まあそれとプラスしてブリッジ、指板、そしてよいしょ、見えるかな、ヘッドストック、ヘッドの付き板ですね。これに、ブラジリアンローズウッド、ハカランダを使っているという感じで、材料の方も本当に全てにおいて非常に貴重な材料が使われた一本になっております。これ2000、シリアルからいくと多分2010年のものだと思うんですけども、当時日本に入ってきた時にもこのモデル自体はもう2本ぐらいしか入ってこなかったみたいなんで、本当に貴重な、モデル1本じゃないかなと思います。さらにはそうだ、ペグですね。コリングスのウクレレにはこれが使われております。フリクションタイプのように見えるんですけれども、中にギアが入っていまして、使い心地は本当ギアペグですね。あの UPT みたいな雰囲気かなと思います。ただルックスは本当に昔のフリクションのようなルックスになっているので、このあたりがコリングスのこだわりなのかなというところですね。歯切れがいい感じ、コリングスのね独特のちょっとカツッと固めなコシのある音っていうのももちろんある感じられるんですけれども、そんな中にこう音がこう非常に華やかさも感じられて、こう音に広がりがあるっていう雰囲気もありますので、非常によくなる一本ですし、まあテナーサイズなんだけど、そんなにこう弾きにくい感じもなく、ポジションの方までこう非常に美しい響きでなってくれる一本なんじゃないかなと思います。これだけゴージャスな作りでですね、さすがに音の方も素晴らしいという感じで、このあたりはまあビル・コリングスね、もうこの頃はまだ生きてらっしゃったと思うんで、その感覚というかな、彼の姿勢っていうのも非常によく出てる一本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら、コリングスのUT41 バブルコアという名前ですね。でこれね、ちょっとあんまりコリングスで見たことないんですけれども、実はこれ中のラベルにはですね UC3 って書いてあるんですよね。コンサートのラベルなんですけども、まあ、ボディ自体がそもそもテナーなんで、なんでこれを間違って貼ってしまったのかよくわからないんですけれども、そのラベルがまあ貼ってあります。ですがこちらちゃんとコリングスのこのカードがついてまして、ここにですね、ちゃんと UT41 バブルコアと書いてあるラベルがしっかりと同梱されております。これは貼るのもいいかなと思いますので、そのあたりは次のオーナーの方がね、
ご自身で判断をしていただければと思います。シリアルの方もしっかりと合ってるこの、はい、コリングスのカードがちゃんと付属しております。ということでこちらコリングスの UT41 バブルコアですね。2010年式非常に珍しい一本、もう仕様だけでも珍しいんですけれども、当時、まあ、2本ぐらいしか入ってないということもあってあまり数作られてないと思います。ぜひこの機会をお見逃しなくという感じでございます。それではタンタンでした。